追加ゲーム。来たー。意味わかんない。焦ってんとちゃいますの。やめてやめてやめてー。もうピンチはチャンスなんだ、マイフレンド。つまんない。この高笑いも鼻につく。何？やだやだ、やめて。何？なんで？何？やだ。何？やめて。アマドスよね、マジか。気づいていい？はい。やばい。おる、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 いけ、いけ、あれだ、あれだ。ごきげんよう。さあ始まりました、放課後ゲーミングライフ。今日は私コーチごとでーす、中村海斗くんでお送りさせていただきます。はい、さあ本日プレイするゲームはスイカゲーム。きたー。パン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 。さあ、まあこちらの企画はですね、コーチごがスイカゲームでどんどん相手を倒していくという、え、なんか企画になってる。コーチくん、ちょっと多くない？そういうの上手くなっちゃってんのよ、ゲームが。いや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 、本当にこのゲームチャンネルでめっちゃめちゃ育てられてる。いや、マジそうっすよね。うん、やばいよ。だから、まあこれまではね、有岡くんとか神山くん、はいはい、あと誰だったっけ、きょうちゃん、きょうへいだ、きょうへいとやって、はい、今のところなんか奇跡的に僕が勝っちゃって。え、すごいじゃないですか。はい。え、もしじゃあ今日俺勝ったらもうこの企画終わりでしょ。終わりじゃなくて、続いてはお前が乗っ取ってくれ。きつまずやったことある？違うゲーム。ちょっとだけ触ったことあります。ただ、うん、センスないなって思いました。あ、センスないんだ。はい、それはありがたいです、非常に。だってこれ結構単純かと思いきやめっちゃ頭使う。いや、そう、計算なのよね、結局は。そうっすよね。うん、まあ、成績は悪くないのよ。だから、ほんと運だからさ。ここに欲しいフルーツが来るか来ないかってすごい大事だから。それはそうですね。そう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 。だからそれ、まあ半分運も含めて、うん、ちょっとプレイしていこうかなと思うので、はい、まあ、最初ソロプレイで海斗の実力をこれかな、はいはいはい、見してもらって。はい、じゃあ行きます。もうポンポン行く、もう躊躇なく行くスタイルでね。あんま考えるのが苦手なんで。あ、あ、あそうなっちゃうのね。でもね、本当にさ、俺も初めてスイカゲームやったとき、何にも考えないでやった方がスコア良かったりするんだよね。いや、これはマジでそうなんですよ。あの、連鎖が勝手にやってくれたりとか。そう、あの、考えちゃダメなんですよ。だから、適当に置いていくのが一番。え、なんで？こんな可愛いフルーツに怒んないでもらっていいかな。いけいけいけ。よしよしよし。あ、これいくんじゃないですか。せーの、ポンポンポン。はい、うえうえ。あ、全然いいじゃん。よいしょ。あら、久々に行った。よいしょよいしょ。確かこれ重さあるんですよ、知ってます？いや、はい。一応結構やらさせてもらってて。あ、そっかそっか。あのチェリーが確か一番重かったんですよ。はい、だからちっちゃければちっちゃいほど重いですからね。え、なんでそんなことしてるんですか。一応一般常識。はい、一応やらさせてもらってるんで。かっこいい。やめようかな今日。やりにくくなっちゃってるじゃないですか。だって俺こんだけやってもまだ434ってことでしょ。そう。でも桃くっつきそうじゃん、ほら。お、きた。お、パイナップルの次がメロン。そう、だからその梨をいかに育てるかだよね。確かに、だから本当はここに行きたいんですよ。ただ多分その柵、お、柵邪魔じゃなかった。柵って何？この、ふさ？ふさって、あ、待って、いけ。あー、よし。で、そこがくっついて、おい、じゃあコーチ君から見てどういう人がこういうのってセンスあるように見えるんですか？どうだろうね。でもこれいくんじゃない？
ほら、これやっぱこれ神経質な人じゃない？え？逆に？なんか計算高いっていうかさ、質問しといて無視はやめようよ。じゃあ俺今自分が思う方向に行かなくてちょっと嫌になっちゃったんですよ。じゃあコウジ君は計算高いってことですか？計算高いっていうか計画性がいかにあるかないか。あーでもそうっすよね。旅行とか行くと計画立てる？え、まあ、そもそも旅行行かないっすもん。確かにゲームしかやんないもんね、うん、旅行行ってもゲーム持ってくんでしょ。だっていやそれはナンセンスじゃないですか。え、旅行本当に行かないの？え、マジで行っていいっすか？行く人がいないとか。あ、それはそれで悲しいですね。なんか言われようが行く人はいる。でも行く人もいないですよ。メンバーとだって行きます。俺ジェシーと旅行行く。あ、それは知ってる。そうそうそう。え、どこ行きました？最近だと最近は一番近畿で行ったら岐阜。え、二人で行ったんですか？二人で行った。仲いいっすね。うん、旅行行かないんだ。あんま行かないっすね。え、オフの日は基本何？ゲーム。やっぱりでも基本ゲームっすよ。あ、で誰かと一緒に。あ、そっか、今ゲームもあれかい、遊びに行かないで家で通信だもんね。そうっすよ。それが俺良くないと思う、時代的に。お、来た、時代に物申し始めた。うん、なんかさ寂しくない？俺だってスイッチ買ってさ、みんなでやろうよっつってさ、はい、集まってやるもんだと思ったらさ、まさかのみんな家でやるんだもん。確かにね。まあそれは悲しいかもしれないですけど、それが今の自然なんですよ。え、それってさ、友達とやるときってさ電話しながらやるの？はい、あ、そうです。ディスコードっていうのがあって。何ディスコードって？あるんですよ、ディスコードが。へえ、説明になってねえけど。え、なんて言うんだろう、ゲームしながら会話できるアプリです。だから LINE とかそういうのだと一個こう挟まないといけないけど、ディスコだとそれを通あ、手を動かしてもらってスイッチとかでもさ画面入ったらさ、はい、なんとかさんがこのゲームプレイしましたみたいな。あ、友達出るっすよね。はいはいはい。なんで俺お前に知られなきゃいけないのとかさ思っちゃうのよ。親切ですよ、それ親切。親切だもん、あれ、うん、だってコソ連できないじゃん。コソ連かわいいラフト最近やってんの？俺全然出てないですね。でもこの前嬉しかったことがあって。何？めっちゃ必要としてくれてたっすね。いや、お前も必要だよ。あれはちょっと嬉しかったっすね。それと同時にみんなあまりどこにあるか覚えてないんだなってそれと同時にね。まあ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 、そういうもんだよね、人って。いや、このチェリーがうまく作用してくれれば。いけ、よし。あー、もう積んだ。すごいね、フルーツの種類豊富で果物屋さんとしては優秀だね。そうっすよ。うわぁ、嫌な動き方してるフルーツが。あー怖い。あー、なんかほんとスイカゲームってこの音楽も相まって。え、あはい、ということでカイダのスコア1288でした。ね、言ったでしょ、上手くないって。まあ大体カイトのあれが分かったんで、はい、とりあえず2人プレイで、はいはいはい、今対戦とかもいろいろできるんで。新しいやつですよね。そうそうそう。正直カイトが俺のことを攻撃したいんだったらアタックじゃない？じゃあアタックしよう。なんかそういう性格だもんね。失礼な。人の邪魔したいとかさ。失礼な。でもアタックとかはね結構ね、てか人出るっすよね多分。人出るっていうか、そのじゃ俺が望んでる動き方してくれないですよこいつら。タイミングとかが。え、これ何で落とすんだっけ？ Y か。いつも間違えちゃう。わー、いらないの来た。 X で、あ、X で Y で落とすのね、カイト。
わかりました。おい、ありがとうございます。優しい。俺絶対教えないですよそういうの。そこを教えるよもちろん。だって教えたら自分に不利になるじゃないですか。まあまあまあ。これは難しいかも。あ、物来た。ウッフー。焦ってんとちゃいますの。いや、ちょっと焦るよね、こういうの。コウジ君、焦ってるんとちゃいますの、これ。結構焦ってる、やばい。全然焦ってます。いや、マジでドキドキしてる。ほんとに。こんなドキドキすることがあっていいのかっていう。はい、あってください。うわ、うまっ、うまっ。ちょっと待って、全然調子よくないわ。まあ落ち着いて、落ち着いて。これほら、なんでさっきからポーズをするんですか。ちょっと今のわざと。あ、メロンだ。ちょっと待って、俺めっちゃフォローしてない。うん、結構やばいわ、これ。はいはいはい。非常にやばいです、僕。何してるんすか。一回休憩。え？一回休憩。早く早く早く。わあ、デカメロン。ああ、それ来てほしい。確かに。でもコウチ君うまそう。いや、うまくないのよ全然。いや、なんか今やってる感じ嫌だもん。来た。ええー、意味わかんない。何それ。いやいや、なんかごめん、たまたまこれ運が良かった。あんなさ、タイミングでメロンはないじゃん、なかなか。ずるいよ。もう一回やる。うん、ずるいよ。だってほんとにたまたまだもん、マジで。あんなタイミングでさ、ならないって。普通ね、コウチ君って一人でしたっけ。どういうこと。兄弟。兄弟、兄貴がいるよ。ええー、お兄ちゃんなんだ。兄貴がてか、なんかクロートみたいな落とし方しますね、コウチ君。どういうこと。なんかめちゃめちゃこのゲームやってる感じの落とし方する。雰囲気だけ。ほらもう、この、はいや。何さっきから。待って待って、一つ言っていい。マジで間違えんの。その間違えて本当に押してるのか、それともわざとやってるのか。だから間違えてる。だから間違えて精神を揺さぶってる。意味わかんない。なんか次落ちてくるの見てるとちょっと嫌になっちゃう。あ、やめて、あ、やめて、やめて。よし。あれ、ミスった。ぼーっとしてた。ぼーっとしないの。ね。コウチ君今対象取れそうですからね。途中離席。それはいいじゃん別に。え、ダメでしょ。ダメなの。ダメですよ。お、来た。パイナップ、いけ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 、行くんや。いけいけ、ゴーゴーや。あ、あ、あ、すごっ。人のミスらすっごいことになってた。やばいやばい。うわやだ。ほんと人にせかされるのが一番やだ。あー、やだ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 。やめてやめてやめて。あー、コウチ君壊れちゃった。あ、やべ、間違えた。あー、わー、マジ。お、スイカできてる。え、スイカ、ほら、あ、メロンだ。やばすぎ。あー、やめてやめてやめて、やめてうわー、それいらねー。やめてーやめてーやめてー。あ、なんでそこくっつかないの。おいおい、
おーい、やばいよー、ピンチはチャンスなんだ、マイフレンド。懐かしいよ。やべやべやべ、シャーつまんない。この高笑いも鼻につく。なんか、え、マジで強いんすね。いやいや、強くない、ほんたまたま。スイカの王じゃないですか。マジで農家やった方がいいから、うん、スイカ農家。ネックレスもちょっとスイカからだ。どこがだよ。じゃあダイブリミットいきまーす、はい、でもこれはもう焦らなくていいですよね、これは5分で、はいはい、でも時間が遅くなるにつれて、はい、あれ落とされるスピードが速くなる、考える時間が減っちゃいます。てか、なんか慣れてるな、なんか慣れさせていただきました。じゃあこれ一回積んだらどうなるんですか。積んだらどうなるっていうのは、例えば、うん、これもうできませんってなったら、そしたらもう終わり。そこでじゃあ相手が終わるのを待つしかないってことですか。そう、てかもうその時点でゲーム終了。ああ、え、両方とも、そう、俺の勝ちになる。そういうことか。そう、僕は嫌だ。ドゥル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 。疲れてんのかな俺。岐阜行った時に何が美味しかったですか。飛騨牛。あえあえあえ、飛騨牛か。そうそう、飛騨牛食べに行ったのよ。あ、そうなんですか。飛騨牛とあと温泉、はいはいはい、入りに行って。そうか、温泉ソムリエ持ってますもんね。そうそう、お風呂入るの好きだからさ。え、長湯できるんですか。長湯できるね。うらやましい。あ、長湯できない人。俺できないですよ。それつまんないね、お風呂。だから熱ってなっちゃうんですよね。飽きちゃうパターンね。そう、子供の頃はね、なんかいけてたんですけど。残り1分耐えられるかな。やってる、間違えた、操作ミス来た。本当に操作ミスしてるよ。やばい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 。ああ、むずいな。シューシューやめて。シューシューいっちゃうのよ、もうこの辺になると。あ、もうなんか適当だもん、もう俺もうほぼ動かしてない、これ。もうやべえ、跳ねた。ピン跳ね。うん、やった、勝った。あぶねえ、あぶねえ。なんかごめんね、ほんとこういうつもりじゃなかったのよ。ごめんごめん。あと何分ぐらいあります。でもオリジナルは本当もう時間制限なしで、本当にハイスコアを、ってことですよね。そう、ハイスコアを目指そうっていう。え、俺マジ喋んなくなるんですけど、いいですか。まあまあまあいいよ、これはいいの。タイムも競わないし。本当にどれぐらいのスコアが出せるかなっていうあれなんで、楽しくやるのがゲームですから。正直言うと、うん、ベストスコア怖いかもしれない。出せないかもしれない。え、でもこれで勝ったら俺がじゃあ勝ちってことになるの。はい、あのハイスコア出してスイカ作っちゃってください。え、スイカ作ったことあるんですか。スイカは1回だけあります。おお。やばい、そこの、あそこ、そうなっちゃうんだよね、そこのイチゴが。あ、え、わー、あぶね、俺家だったら今ちょっと危ない言ってたわ。汚い言葉。いや、そんな汚くないですよ。そう、だって俺の口から出てるってことは綺麗な言葉。は
はあ、そっちで逃げられちゃったら困っちゃうよー。来た、困っちゃうよムーブ。ああ、でもいっちゃってくれた方が、ちゃっ。何はあって全然わかんないわ。いっちゃっちゃってくれればよかったんだけどな。でも一応来るか。なに、やだやだ、やめて、なに、なんで、なんでそうなった、なんだ、やだやだ、ああ、なに、やめて、ああ、や、なに、やに。今イチゴいらないよ。そうなっちゃうよね。もうそこに入られると困るから。俺もそのパターンかも。どのパターン？なに？やだ！ない！やめてー！やめてー出た。おお、なに？やだ！イコさん大喜び。やめてー！あ、そうなっちゃったらもう終わりなのよ。もう。来い来い来い。なに？そっち？跳ねる？ああ、なんで？操作ミス。真ん中ダメなんですか？よろしくないよね。そもそもよろしくないよねって言うけっていう。うん、言わない。お、なんで？はあ、終わった。泣きたーい。さあ、うん、早く終わらせて次のゲームやんない？いや、俺もちょうど同じこと言う。そっちに行っちゃうもん。お、でも待って、ああ、なんで？よし、マジゆっくりやろう。でも俺マジ積んでるんですよねこれ。ちょ、見てこの絵、可愛くない俺のこのピーチ。もうなんか余裕な感じが。ピーチって感じ。うるせえうるせえ。余裕の感じ嫌だな。まあこうか。一つ言っていい？はい。トイレ行ってくるわ。やばっ。今日なんか片付けも方向すぎるわ。でもコウチ君そんな3000すごいっすね。てかって考えると俺半分もいってないからね。プロじゃん。あれ終わった。早い早い。ずるい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 。オリジナル2回戦始めてるやん。さっきスコアどうだったのよ。全然教えないじゃん。でこういう状況ってことは俺が勝ったんだろうな。まあ察せば分かりますよね。喋ろうよ。一応さ見てる人もいるんだからさ。いやトイレ行ったのに何言ってんすか。なんか本当に
何、運動するとやっぱさトイレで近くなっちゃうのかな。俺に物を言える立場ですか。ごめんなさい、それに関してはマジごめん。俺はずっといるんすから。行きたいの？行きたかったら行きなね。我慢良くないから体に。いやいや、もうアワードっすよ、もうコーチ君。いかん、出ないアワード。出ない行かない。いや、そんなトイレ近いかな。ね、俺もびっくりしてる。いや別にそのトイレが近いことが悪いとかじゃなくて、全く。いやいや、そうなんだよね、不思議だよね。そう、飛行機だったらもう大迷惑よこれ、隣の人に。でも大体誰ですか隣。大体大体、あ、でもね、ほんとまばらよ。ええー、決まってる？飛行機は決まってないですか。名前で撮ってるから。ああ、でもそう考えると北斗かな、隣が多い。あ、そうなんだ。あ、じゃあ静かそうですね。なんでうるさい人いるの逆に。いや、うちもめっちゃ静かっすけど。あ、慎太郎とかだったらうるさそうだなとか。ジェシーかとか。ジェシーもてか喋んないから基本ね。飛行機喋んないよ、もう疲れてますもんね。行きもみんな寝てるしね。そうなんだ。だいたい、はい、帰りの飛行機とかで、はいはいはい、プシュって聞こえたらジェシーだなって思う。飲んじゃってますやん、ジェシー。絶対飲んでるね、あいつは。でもうちにもいるんですよ。でうちほぼ飲むんですよ。マジ？それで言うと、カイトも宮近もそうですし。あ、宮近？ノエル君とかも。あ、ノエルも飲むんだ。うん。なんかノエル家でしっぽり飲みそうな感じだけど、外でも飲むんだね。え、でも全然家でも多分飲んでるっすよ。おっ、おっ、えいきなりスイカじゃないパインができちゃった。何のセンスのない歌。何のフルーツ好き？この会話絶対するんだけど。俺っすか。うん、何だと思います。うわ、だる、めんどくせいや、めんどくせい質問、めんどくせい質問で返します。何だと思います。何だと思う、うん、何だと思うって聞かれると何だろうな。ね、そうなんですよ。 え、でも何だろう、何だろう。バナナとか好きそう。あ、バナナ。あ、だからそれこそこう MV 撮るときとかありません？そういうキャンピングカーじゃないですけど。え、お前らってそんないいもん出してもらってんの？え、キャンピングカーって。飲み物カーないっすか？え、あれやべえ、なんだそれ。え、飲み物カーないっすか？飲み物カー、カフェカーみたいな。差別があるぞ、グループによっての。ないないない、なんだ。愛されてるでしょうよ。へぇ、飽きた。なんかもうずるいなと思って。ずるくないっすよ。飲み物かって何、まず。うわ、変なとこ置いちゃったじゃん。動揺してるよ。飲み物かって飲み物かっすよ。何飲み物かって。だからカフェかみたいな。え、そこにバナナもあんの？にチョコバナナっていうのが。チョコバナナ MV の合間にそんな楽しいことができんの？だから毎回俺で、逆に俺 MV の時ご飯食べないんですよ、眠くなっちゃうから。ほう。だからチョコバナナで水分補給というか、そういう栄養補充してる。そんな現場があるんだ。意外にほんとグループによって違うんだね。全然違いますね。だって俺らさ、はい、マジで MV の合間に、はいはいはい、ガストとか食べ行ってるよ。いや違う本当に。じゃあおかしいな。マジマジマジ、そのガストとか食い行ってるよが。うん、え、本当に行かないのよ普通のグループ。いや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 、あったかいもん食べたいねって話して、お弁当食いなさい、お弁当。いや、やっぱあったかいもんがいいってなるじゃん。なります。あ、もうほら変なとこ置いちゃってるよ。動揺してるよ。そう、それで、はい、この間の MV の時はガスト食べに行った。美味しかったですか？美味しかった。あの、よかった。
配膳ロボが配達してくれるからさ。すごっ。そんな時代は進化してるんですか。ああ、まあ、そっか、ファミレスとか行かないか、トラビスジャパンぐらいになると。マジでダメだ、もう終わった。イチゴが来ない、もうイチゴが来ない時点で終わってるわ俺。なんでこんなにイチゴが来てくれないの。あ、俺イチゴ来たっすよ。ユーゴ、イライラする。いけるんじゃないそれ。はい、パイン、うん、で、パインとパイン、はい。わ、俺お前の方やりて。なんで。いけそうだから、その形見てると。え、これいけます。いけるいける、全然いける。教えて。いやいやいや、やれよ。なんかいけるって言われたから、確かになんかいけそうな気がしてきた。いやでもマジでそれいけるよ、本当に。正直ガチでいける、そこから。ガチくんいけそうじゃない。いや、俺はいける。あ、いけない。間違えた。もう言葉も分かんなくなってきちゃって。はあ、終わったー、終わったー。こんな運に見放されることがあるのか。全然終わってるようには見えないですか。いや、終わってる。終わったー。ここでブドウは終わった。結局ずっと同じ点数だよ今日。うん、頼む。え、お前どうしたの。ねえ、いけるって言ったじゃん。だから教えてくれないから。いけたって絶対。だから俺苦手なんですって、計画性とか。もう頑張って、結構真面目に頑張って。本当に、いや真面目にやってこれなんですよ。あ、俺終わったから、ほら、いけるいけるいける、ほら、俺もう終わりの、終わり待ちだから。終わり。確かにこれ多分絶対無理っすね。いや俺終わり待ち。でもむずくないもんこれ。でも俺の点数は超えられると思うよ。え、じゃあ俺交代しちゃうじゃないですか。え、え、何、参勤交代ってことでしょ。参勤交代って、うわ、コウチ君ってもしかしてあんま良くないですか。いや、あんまじゃない、めっちゃ良くないよ。え、そうなの。うん、ゲップしながら喋んないでもらっていいですか。マジで切ったね。そうなんだ、意外なんですけど。意外じゃないよ、普通におバカよ俺。勉強してきてないもん。あんまり誇って言うことじゃないけど。いやでも誇ることっすよ。そのポジション、あれも間違ってるけどね。自分の負けを認めるっていいことですか。ほらもう、なんで俺の時だけこんなさ。お前めっちゃ良かったのにどうしたの。いや、まだあるっすよこれ。あ、でもマジである、ある、ほら、ある、ある、ほら、ある、ほら、ある、いけ、ある、いけ、ある、ある、きたー、ある、ほら、ある、ほら、ある、ある、いけ、ある、いけ、ある、ある、きたー、ある、ある、ほら、ある、ほら、ある、いけ、ある、いけ、ある、ある、きたー、おもろ、来たその狙ってたな。お腹が痛い、お腹が痛い。来た、お腹が痛い。狙ってないスイカ一番おもろいわ。もうただダメってて、俺も終わり待ちしてたのにできちゃったスイカ。あー、でも嬉しいわ、取れ高をちゃんと作ってくれた。ありがてー、よかった。誰もが無理だと思ってたけどね。
いや、やったな、俺。いや、おもろいわ。手応えないでしょ、でも。全然楽しくはないですよ。嬉しくない、あんまり。そうそう、嬉しくないよね。作りに行ってないからね。あー、おもろかったな、今のスイカ。いや、リプレイで見たいっすもん、俺。見たい。いけ、いけとか言って。いい具合に落ちてったもんね、ちゃんとフルーツが。パインが落ちていく瞬間は興奮したわ。ちょ、適当すぎないお前。え、あ、いけるか。スイカ滑るからね、変わんないから画面揺らしても俺本当にスイカゲームを、まあ、買うわけじゃん、うん、買ってダブルスイカ作ったらもうやめようと思った、はいはいはい、でも一向にできなくてふてくされてるところにこの企画がスタートしたのかわいい。そう、コウチくんやるじゃん。いや、普通に笑ったわ。いや、こんなところでスイカが見れるとは思わなかったわ。しかも二人ともちょっと諦めてたし。うん、二人じゃないよ、奥に座ってるスタッフ全員で、うん、何もないまんま終わる予定だったもん。そうよ。え、初めてスイカ作った、スイカゲームやって。え、俺ですか？うん、俺初めてですよ。やったね。おっぶね。くそ、悔しい。すごい、でもじゃあ俺も終わろう。はい、すごい。いや、でもよくできた、マジで奇跡のスイカがめちゃめちゃあれすごかった、うん、取れ高の頂点だったね。だって期待してなかったスイカだから、うん、今回はカイトが勝利ということで我々っていうか我のコーチユーゴのスイカゲームを継承するということで、はい、いや違うでしょ、シゲオ君倒してくる、シゲオ君は多分倒せるわかんないけど、え、ちょっとでもわかんないですよ、あの人もミラクル持ってるかもしれないですから。持ってるよ、あの人ジュリがうまいね。じゃあラスボスだ。マジでジュリうまいね。勝ちましょう。勝とうか。チンタロ君はどう？チンタロでストーンズ基本みんなうまい。一回ストーンズここ全員並べてやりたいもん。マジでやってほしい、うん。いやでもスイカナイスでした。ありがとう。さあこの動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね。はい。